時間があるので爆速でクローム紹介をやっていきます。2年のケントです。はい、ケントグローブアップ内野手の水野プロです。はい、前出しでーす。逆逆逆逆逆逆逆はいはい、かっこいい、次はい、お名前。2年のアンドです。はいはい、ミルソの内野です。出して出して、はい、かっこいい、次2年のリュウタロウです。はい、リュウタ君、はい、内野スラッカーです。はいはい、前出して前出して、ホリスラッカー、スラッカー、つかめそう。はい、次2年のソラです。内野手用のウィルソンを使ってます。はい、これに、これによっ、違う、はい、どういう意味、すげえ。2年の大勢です。大勢、はい、内野手用のトムズです。あ、トムズ来たー、すげえ、はい、お名前を。2年のオセイです。ホセイがグローブ前に出しちゃって、水のプロの外野手用です。左投げかっこいいな、やばいな、これ、あ、もういっちゃうの。はい、はい、はい、2年のサキトロです。サキトロくん、はい、内野手用の水野プロです。おい、なんか、もう使いこなしてる、もう、はい、メルカリです。メルカリです。いいね、メルカリよ。2年の球児から行きです。はい、水野プロのピッチャーです。これ伊藤洋選手じゃない。はい、シビーウェブ、ウェブかっこいい。はい、オッケー、次お用心。2年の小屋です。小屋くん、年上の玉沢です。渋いな、渋い、渋い、ウェブがやばい。はい、オッケー、いいぜ、ハモトロです。グラム出して、どこだ、水野、グローブエリート、水野です。グローブ柔らかそう。はい、軽い、はい、一連のエイジです。はい、エイジが、グローブは水野の内野手です。はい、グローブエリート、はい、ポケット開い、使い方でかっこいい、次、はい、疲れた。一連のユアです。ユアくん、水野のグローブエリートの内野手です。柔らかそう、いいね、使い方でね。はい、はい、オッケー。疲れてる。はい、1年のまま使い手です。グローブは Z のキャッチャー用です。お、しかもこれ浅いやつじゃん。はい、はい、かっこいい。1年の池田キークです。キークってグローブは水野です。お、メジャースタイル、ここメジャースタイル、かっこいい、メジャーチェックー、はい、USB USB、 1年の大河です。はい、グローブは水野プロの内野手用です。これハガじゃない、ハガ、いや、多分違うな。違うな。おい、かっこいい。はい、最上級、ちょっと待って、水のプロ多くない？1年のソータです。グローブは外野手用の水のプロです。しかも30周年限定モデル、いいっすね、これ、はい、ダブルかっこいい。あ、すげえ。はい、オッケー。1年の三春です。はい、はい、グローブはジェームスの細身です。はい、前出しちゃって、辻ジームス、はい、先輩し、はい、オッケー、オッケーと、1年の額です。はい、もうちょい前出て。1年の額です。額使ってるグローブはウィルソンの投手用です。はい、王冠スタイルかっこいい、色もいいね。はい、オッケー。イチエンのジュノスケです。ジュノスケ、内野手用の水野です。お、SSK、 SSK、 SSK です。佐々木スポーツだね、プロプレイ、いいね。お、今プロプレイ、しぼいね。はい、オッケー。1年のシュンです。はい、シュン君、使ってるグローブはシックスの外野手用です。前出そうか。いいね、色鮮やかだね、かっこいいよ。はい、オッケー。1年の伊藤昭和です。はい、昭和君、 Z、 内野手用の Z です。今宮選手モデルかな、ちょっと違うかな。まあでもね、プロセイ、オッケー、俺大好きよ。オッケー、オッケー。1年のガイトです。はい、グローブはローリングスだね。ローリングスの外野手用です。ラベルかっこいいな、これ。めっちゃラベル特徴的、いいね、色も鮮やか、オッケー。1年のショートです。使ってるグローブは水のプロです。色かっこいいね。キャメロ K、 オッケー、キャメロ K、 俺のやないかい。1年のアルトです。俺のやないかい。使ってるグローブはアンダーマーです。はい、もう今見ないで、もう。はい、上よ、今も。はい、はい、オッケー。1年のショーンです。水野のオールグラウンド用です。おお、内野でも、内野でも使えそう。グローブデリットかな？オッケー。カルティーでオッケー。で、1年のソータです。ソータ君、使ってるグローブは水野プロのピッチャー用です。あ、やばい、これ、キス投手モデルじゃん、ウェブちゃん。かっこいいね。キャベルかっこいい。はい、オッケー。1年のルイです。あ、オッケー、オッケー。このグローブつけてるのは、俺、これです。あと、ムーズだね。オッケー。もういいよ、帰っていいよ。帰っていいよ。1年のルイです。僕が使ってるグローブは、ローリングスの、内視鏡です。あ、真っ黒い。メルカリ、オッケー、メルカリ、オッケー、オッケー、やった、オッケー。1年の小島です。使ってるグローブは内野手用のウィルソンです。お、だからこれ、こういう使えんの分かんないです。だよね、まあ、でも色鮮やかにかっこいい、オッケー。40人って多いね。1年の斉藤です。使ってるグローブはオールアンドのアンダーマー。お前、待て待て待て、顔隠れちゃってるな。どうしよう、ここでいいよ。はい、オッケー、はい、オッケー。アンダーマーの、これ左用のオールアンドかな。は
ウェブかっこいいね。オッケー、ありがとう。斉藤幸恵。1年のオキラットです。使ってるグローブはグローバルエリートの内野手用です。あ、いいね、これ坂本選手モデルじゃない？いらっしゃ。いいね、いいね。オッケー。1年のシオンです。使ってるグローブはスラッガーの内野手用です。お、いいね、いいね。このサイト俺好きよ。しかもね、左で赤いウェブ、いいね。ウェブじゃないよ、ラメになった。はい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 。1年のシューマです。はいはいはい。使ってるグローブはメーカー行ってみろよ。いや、GS だこの野郎。わかんない、メーカー。1年のシューマです。はい。使ってるグローブは外野手用のグローバルエリート水野です。はい、いいね、いいね。かわいよし、かわいし、強し。ドラミの方。オッケー、はい、オッケー。あと何人。はい、1年の俊平です。使ってるグローブはウィルソンの内野用です。お、これだ。スティッチ水色こい、刺繍入り。オッケー、オッケー。3年の遊びです。はい、遊び好きです。使ってるグローブは IP セレクトの内野用です。3年生だし、ちょっとじゃあここだけ時間使って、じゃあ、3年間やってきて、まあ、さっきの動画でも言ったけど、これどういうチームだよっていうのを言えると思うので、今後入ってくる後輩のためとかね、今みんなスラーっと言ってくれた後輩のためにもちょっとメッセージみたいな感じで、一言もらえればと思います。このチームはみんな仲良くて、監督とコーチの指導もとても優しくて厳しく、たまには厳しく、ちょっと待ってね、うるせえおめえら。おい、喧嘩ありますぞ。俺と喧嘩するかお前ら。金が大丈夫。監督、コーチ、時には厳しく時には優しく、面白いコーチ陣が揃ってます。ぜひぜひ入ってみてください。やろ、まだね、続きを。とりあえず3年間、お疲れ様でした。ここでも頑張ってください。ということで、みんな今爆速グラブ紹介ということで、本当に皆さんにも申し訳ないですけれども、全員の、グラブ紹介できたのかなと思いますので、まあ、坂戸坊主さん、興味あるよっていう小学生の方だったり親御さんだったりっていうのは、まあ、概要欄から、SNS 等のリンクがありますので、皆さんそちらの方から体験会等の参加とかも、ぜひぜひしてみてください。こんだけ明るいチームでね、いい子もたくさんいるので、意気合いもいいし、そうね、ぜひ坂戸坊主さんに来たら野球ができるので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。